日本三大疾患の一つ、がん。そのほとんどは遺伝子が傷つくことによって起こり、段階を追って進行してしまう非常に怖い病気ですが、日本人の2人に1人がなると言われているとても身近な病気でもあります。しかし、がんを体から完全に消すことは難しく、たとえ治っても再発する可能性を持っています。そんながん治療の研究をし続ける佐谷秀幸教授、なぜ研究の道に飛び込んだのか、なぜがんの研究なのか、がんを完全に治る病気へ、佐谷先生の研究人生に迫ります。藤田医科大学がん医療研究センター、そこに佐谷先生の研究室があります。皆さんおそらく頭の中ではがんってどんなものかっていうふうに思ったときに、がんっていうのはなんかがん細胞っていうのができて、そのがん細胞が一つだったものが二つに分かれ、二つだったものが四つになり、どん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 倍倍ゲームで増えていく。それは正常の細胞とは違って、ものすごくその増殖速度の速い、そういった細胞が増えている、そういうものだというふうに皆さんイメージされていると思うんですよね。で、僕が、約それこそ30年以上前に研究を始めた時は全員がそういう意識だったんです。しかしですね、それだったらがんってもっと治しやすかったと思うんですね。一旦手術をしてほとんどがんを取り除いたと思ったのに、またそれが転移して別の臓器で再発してくる、それで患者さんって失われるんですね。最近分かったことは、そのがん細胞というのは実は一個一個が違った性質を持った個性の強い細胞集団だということが分かってきたんですね。人間と一緒だよ。どうしてがん細胞というのはそういう不均一な性質を持っているのか、個性がどうして出るのか、その仕組みが分かればがん細胞を同じ性質に導いて、そこでやっつけることができるんじゃないかと、単純に言うとそういう研究を行っています。がんの研究を30年以上続けている佐谷先生、ではどのようにして研究の道へ進んだのでしょうか。僕はですね、小学校の頃から実は科学者になりたかったんですね。当時はですね、本当に小学生がなりたい職業というのはそれこそプロ野球の選手か、あるいは科学者かという感じだったのね。やはり SF のさまざまな、それこそテレビ番組があって、そういうのを見てた時に、その未来の科学に対して貢献できる科学者というのはプロ野球の選手と同じぐらいヒーローだったんですね。だから自分もそれになりたいと思ったという単純なアイデアですね。そのうちに医学は直接的にもしもいい研究ができればね、きっと人を助けることができるんじゃないかと思って医学の世界に入ったんですね。で、まあ、僕らが高校生の頃はそれこそ手塚治虫先生が書いたね、ブラックジャックという、漫画が一世を風靡してて、まあ、自分もですね、医師になったらブラックジャックみたいになるんだと思ってですね、それで脳外科医になったんです。脳外科医になってしばらく、頭の外傷であるとか、あるいは血管障害ね、そういう患者さんを救急で見るという仕事をやって、すごく生きがいがあったんですよ、ね、ところが大学にそういう研修を終えて大学に帰ってくると、脳腫瘍の患者さんってたくさんあったんですよね。で、この脳腫瘍の患者さんはいくら手術をしても、いくら治療を行ってもですね、もう悪性の脳腫瘍の患者さんっていうのは亡くなってしまう。で、これも新しい治療を考え出すしかないなと思ってですね、まあ、それで、研究の世界に飛び込んだというのがきっかけです。どれだけ治療を施しても治せない、そのことが研究の世界に入るきっかけに。しかし、研究者としての道のりは遠く長いものでした。研究を進めていく上で、もう本当に谷底に落ちるようなですね、思いをしたことは何度もあります。自分が長期間かけて行ってきた仕事がほとんど無意味な結果になってしまうということが何度かあってですね、もう本当に嫌気になることもあったんですね。若い時は自分が頭に描いた
仮説が証明されるということがハッピーで、自分の考えた仮説と違う、結果が出てくるとですね、あ、どうしてだろうって思ったんですね。でも最近は、ね、全然違って、自分が考えてたのと違う結果が出るとチャンスだと思うんですよね。あ、これは誰もが考えないことが実際に起こってる、所詮人間の頭で考えたこととはもっと違う、それよりももっとそれを超えた、現象というのが生命の中にあるんですね。それを見た時の方が感動が大きいんですね。でもこれ研究って面白くて、不思議な話だけど、よくそのテレビなどで見るようにね、科学者が何か発見をして、これは大発見だ、ね、やったっていう感覚はまず一切ありません。そう、これは大発見だ、やったって思う前に本当かなって思う気持ちがあって、そのためにそれを確かめるという作業がもう途方もなく長くかかるんです。それを検証している間にそういうなんていうか興奮はもうなくなってるんです。むしろそれが確信に変わっていって、そして気がついた時には、あ、一つの発見になっている。でその時にはですね、もうその発見は自分を離れて人々のものになっているわけです。それよりはまた次の新しいことに挑戦するという、そちらの気持ちの方が強いですね。研究者という仕事に誇りを持ち、常に新たな挑戦をしている鞘先生。しかし若い世代の研究者がなかなか増えないという現実が。研究する人たちの人口が減ってきていることは確かなんですね。それはやっぱり実際研究というのはものすごく時間のかかる作業なんです。実際それだけの時間をかけて本当に達成できるかどうかもわからないものに、若い人たちがですね、なかなか飛び込んでこなくなってきたんですね。まあその野球で言えばですね、10打数たって1安打ぐらいしか出ない。でも絶対に若い人が研究に飛び込んでくれないと、これから日本、それから世界のね、研究は絶対ダメになると思うんですよね。僕のところに若い学生さんたちが来て、最初本当にがんのこと何も知らない、その人に最初話した時は僕の言葉がその人通り抜けてしまう、全くそこで止まらずに通り抜けてしまうのに、それが日が経つにつれてその人の中でこう止まっていくのが分かってくるんですね。そうすると僕の話が、彼たち彼女たちの中にこう入っていってるというのが明確に分かる瞬間がすごく楽しいですね。そして自分と同じ知識や技術がその人たちに伝わってるという、これは本当に素晴らしいことだと思うので、面白いからやってもいいし、人を助けたいと思うからやってもいいし、単に人から褒められたいからやってもいいと思うんですよね。どんなモチベーションでも構わないから、この研究という世界に飛び込んでくればですね、きっとその自分がやってる仕事の意義っていうのは分かってもらえると思うんですよね。おそらく僕も、今回の人生が終わって次の人生が与えられるならば、やっぱり科学者がやると思いますね。同じ仕事をすると。がんは治せる時代へ、そして次の若い世代へ。研究者として、科学者としての鞘先生の道はまだまだ続きます。